現役プレイステーション編集長の西岡です。はい、ペルソナマガジン編集長の和尚です。はい、ペルソナ3-4という、過去作でいうと、やっぱり、まず見た目の印象はスタイリッシュ、もうおしゃれ、かっこいいっていうところだと思うんですけれども、あとあれですよね、そのキャラクターたちの心の葛藤みたいなのが描かれているので、そうそうそう、共感できる部分が多いですよね。実際だからゲームをプレイしてみると、すごいなんか、なんか人の人間の考える悩みであるとか、そういうなんか割とそのどうやってこの人間世界生きていこうっていうのの割と力をくれるようなあの部分がすごい大きくて、そこがやっぱりペルソナのシリーズの魅力なのかなと思いますね。あとあれですよね、その描かれてるストーリーとか、この心の葛藤の部分とかって、そのなんかちょっと時代を意識したものになってるっていうのが印象なんですよね。そうですよね、例えば、あのペルソナ4だったら、そのメディア、そうメディアの噂とかっていうことであったりとか、黒かったね、多分今回の5も今この2016年に来てる僕らに何か刺さるものが中に込められてるんじゃないかなっていうのを期待してますね。そうですね。お、見たことある。綺麗、ほんと綺麗。これ割と初期の映像です、ね、デビューの時のトレーラーにあった、なんかこうちょっと生めかしい魅力がありますよね、ペルソナって。場所的には、なんていうか、艶っぽいとか、なんか日本だと思います、ね、すごいところですね。センスはうまいだろうなと思いますね。そう、色っぽいというか、ね、これあれだよね、その歌詞の解禁になった日本なんですまあ、僕は語っていいのかどうかあれですけど、結局そのアニメっぽい要素、実写っぽい要素、まあ 3DCG の中でも結構表現ってこう絵的な振り幅って大きいんですけど、丸ボタン連打でバババババって遠慮なくいろんなものを放り込んでるんですよ。ただそれが計算してちゃんと使い分けてるというか、無秩序にこうそうあのボンボン盛り込まれてるように見えて、割とそこはちゃんと使い分けてる。ただこう、なんだろうな、ごちゃ混ぜのようで実はそうじゃない。ステージも移動はそんな感じなんですよね。この画面だけ見るとなんかあんまり普通じゃできないかな、ちょっと昭和的な感じで、ね、感じペルソナならではの世界観というか見せ方がもう確立されてますもんね。ですね。これは本当に、なんだろう、真似できるようで、僕もできないし、簡単に真似できない。すごいよくできます、おーすごい、シュッシュッシュッ、でも見つかるよこれ、あ、どっか、あ、隠れたな、よし、かっこいい、おお、アニメーションが、あ、かっこいいな、かまさに怪盗な怪盗の感じ、怪盗はやっぱり派手ですよね、基本ね。そう、なんかね、本来見つかっちゃいけないはずなんで派手ですよね、なんかね。ね、ペルソナ5みんなできてよかったよね、本当にね。できることになってね、本当に。ね、僕もよかったと思ってますね。どうなることかとね、思いましたけど。一応アトラスの取締役をやってしました。ノルガナの声が聞こえるから大丈夫な気がする。いや、もちろんね、みんな本当に良かったよね。緊迫感が和らぐというか。結構かかりましたからね。うん、ありがとう、名越さんありがとうというコメントが。え、僕じゃないですけど、僕はただヒヤヒヤしてるだけです、しかもそれ乗り越えてここまで大注目されるっていうのがまたちょっとね、なんかドラマチックと言いますかね、そんな美少年いたら大変だよね。でも最初に主人公発表された時は相当話題になりましたね、やっぱりなんか。やっぱメガネ、メガネイケメン。いいな、メガネ。イケメン。4元じゃ言うてますよ。さっき乗ってきたような気がする、この電車。あ、乗ってきた。降りたの3元じゃだって。猫背のサラリーマンがすごい多い。これね、なんかね、こう知らない人は分かんないかもしれないですけどね、割と三軒茶屋のこの裏の方、このアトラさんのちょうど裏の方が割と忠実に再現されてる、あ、
だから絵の感じます。そうそうそう、今なくなっちゃいますよ。すぐ取材に行ける。結構いろんな人がありますよ。なんかこれ全部行けるんじゃないですか。うん、バッティングセンター、バッティングセンター、バッティングセンターあるよ。いずれ遊べる気がする。おしょうもやりたい。もうマスターアップしたのとなんかクロートっぽいコメントがあるんだけど、答え答え、はい、答え大丈夫ですよ。はい、入ります。これ多分美術館の屋上ですからね、これね。そうだね、うん、なんかいろいろあるんだろうね。多分ね、美術館ってことだから、ユウスケ、多分この時点でまだ仲間になってないんですけど、ユウスケに関わる多分ダンジョンなんですよ。はいはいはい、そうね。歪んだ絵画、これじゃあリュウジを描いたやつなんだろう。なんか、ああそういうこと。結構いろんな絵がありますね。これみんな仲間、よじ登れる。今来たか、違ったっけ。あ、あ、盗んだ。あ、こういうの盗めるんだ。なんか宝箱だけじゃなくてこういうのも取れちゃうんですよね、なんかね。なんかアイテム用になったりするんですよ。すごい、かっこいい。いいの。あ、いたいた。あ、いる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 、隠れて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 。あ、見つかった見つかった。あ、見つかった。先生揃ってました。先生されちゃったね。お、ちゃんと実況されてる。今回だけの新規なんですけど、この、あの一度多分戦ったというか、一度特徴が上がってるタイプはこれ弱点移動で、これが弱点ですよっていう、結構分かるパターンなんですよ。生かしてるんだけど、ウィーク結構見やすいんですよね。うん、おしゃれ。でもおしゃれすぎて見づらいとかだったら困っちゃいますけど、ちゃんとね見やすいし。話してみます。うん、ここにせっかくだから。そうね。うん、どうかな。なんか軽いノリ被害と。お、何でもいいの？何でもいいの？何でもいいの？靴を舐めろ。何でもいい。そろそろなんか総攻撃したくなってくるよね。そろそろ総攻撃、なんだろう、なんか仲間にするつもりで話しかけたら、なんだ総攻撃したくなってきたら。この宝探し、うん、お、なんかいい感じ。お、お、お、成功。分かり合えたね。分かり合えた。で、そのゲット、お、ゲットした。仮面を頂戴した。そう、このね、リザルト画面がね、ちょっとね、おしゃれだな。かっこいいね。てかもう全部かっこいいよ、ね。うん、リザルト画面、今のめっちゃおしゃれ。あ、ちょっと下がった。あ、 100% なんだ。なんかあそこ光ってる。お、ん、キーピック、開けてみましょう。いいもの、なんかいいものっぽい。お、三つ置けないと。調教用無知って、調教用無知ってひょっとしてあれかな、装備できるのかな。いやでも案にしよう。このメニュー画面開くと、多分装備できるんだと思いますよ。ほらやっぱり、それはそうだよね。うん、4本持ってんだけど、あ、命中率アップするけど攻撃力は下がる。ちょっと下がるな。ちょっとでも装備する。そうね、うん、やっぱこういうのも含めて海外のね方も、うん、入りやすい。お、あ、なんかまた新しいのができて。お、この、お、ウィーク、あ、メジス使った。かわいい。さあ、あと音楽もそう、ペルソナはね、ノロガナ全部使った。いいんですよ。音ゲーもね、出てましたしね。あ、ジオがやってる。やべえ、早くプレイしてってコメントが。話をしてます。なんか請求してみましょうか。物がいい。発売前倒しになりませんか。これだ。もう無理です。まあ、1時間ぐらいとかプレイさせていただいたんで、まだ全然全貌ではないんですけれども、
でしかもすごいなんか小学生並みの感想なんですけど一言で言うと、はい、すごいペルソナ要するに今までもその街を巡ったりとかそのこのダンジョンで戦ったりっていうんですけど、まあ、ある程度言うと全ての要素がそのペルソナらしさはもちろん感じるんですけども全部新しくて、まあ、全部すごくなってるって言っても過言ではないのかなと。挿入されるアニメーションの質とかもねものすごい高いですよね。グラフィック的な部分も全部ひっくるめた空気感っていうのの表現がやっぱりものすごい進歩してるんで、うん、特にあの主人公が暮らす四軒茶屋の街とかね、ね、うん、まあすごい再現されてるなっていう。だからより東京に住んで東京の街を探索してでその中でいろいろなことが起きるっていうのを感覚によりなれるんじゃないのかなと思います、ね。ペルソナ4と違うのはやっぱり今自分たちがいるところが舞台っていうところですよね。もうペルソナファンの方はもう今からもうマックス期待して待っていただいて大丈夫かなと思います、うん、ね。はい。